今回は、ソロニーフォローというゲームです。Grow and Consume。何？まずはルールからだよね。ちょっと音を下げます。雪だるまが動かない。十字に向かって、これがとにかく動くまで待ってって言ってるのか。から、これを全部埋めれば、こうやって先に進める？進めないじゃん。左側で2回使うか。ここを2回だ。いきなり騙してきたな。これセーブ。目的は？目的は？どんどん進めればいいのかな。次入れなくなるね。右上にある茶色いやつって私も置いてたっけ？ここを使うことはなさそうじゃん。で、こっちから行くと、4個で次の場所に行けないとおかしい。だけど、これが、上に詰まっちゃうと、ここが通れなくなるとゲームオーバーになるから、なんか茶色いやつを置いとくことで、ちょっと待って、これ最初からか？これの前に一番最初にさ、ここで作った箱を置いとかないと、これが止まんないからダメですとか言ってるかもしんない？でも中間セーブわざわざ作ってんだよね。ん？ちょっと待てよ。いや、無理か。無理だったわ。これがさ、2個分になるわけではないんだね。この行き止まりに1個あるの何なんだろう、じゃあ。2つ使えるのに1回しか使えないって言ってる。何のために？何これ？何これ？何これ？青色の空間に置いてあるものって、
ああ、青色の空間に置いてあるので次のターンで形変えるんだ。じゃあなんとか上に持ってこないといけなかったのか、これ。多分な。この先どれだけ使うかわからない。これは取れないか。こうするとこのパーツを上に持ってこれなかった。まだいるかな。こっちが開いて、だー、この雪玉がプラスマークに当たるのがクリア条件なんだね。できんのか今からこれ。この空間とかどうやって持ってくんねん。ここに茶色をここに持ってくるのが絶対必要なんだってさ。まあ、全員そうだよね。全員そうなんだよね。空間が空いたらそこから茶色を持ってくる。いや、違うか。この白いやつって、この白いライン上は越えらんないって言ってんだから、この子もここまでしか来ないんだわ。だからそこからどんどん連鎖させて、なんかちょっとあんまイメージできてない今。この弾とかどうやって動かせばいいんだ。あ、違う、これが成長するとここのライン消えんの、もしかして。さっき見てなかった。ああ、消えるわ。だから、これが前進できるから、ここに一個植えといてよねって言ってたのか。で、毎ターン四角が溜まってっちゃうので、それもなんとかしないといけないよねっていうことを今更考えさせられているのか。マジか。これがここに来るまで耐えないといけない、今。耐久やってる。なんか、こういう経路は絶対後で使うだろうから。あ、いや、これ以上押せないのか。あ、今はね。あんまり変なところに置きたくない。あとこれ2つって同時に押せんだっけ？押せる。押せる。うん。待って、場所変えて。こっちの方がいい。そうすると、ここを、
茶色子に持ってこれるような準備をしないといけなかったわね。つまり、これよ。これを、ペンギ左に持ってたのがダメだった。そうするとそこ使えなくなるからあんまり良くないんじゃない？で、これをこいつに押してもらうか。うん。そしたら、こうできるので、生やす。しばらく生やし続ける感じだね。耐久。で、ここから生まれて、ここにも絶対茶色欲しかったんじゃないのか、これ。これやっちゃったのか、ここ使うんじゃないのか。あれっていうかそうだよね。なんかフリーに動かせる茶色が今俺持ってないんだよな。結構積んでた。あれ？フリーにできる茶色を増殖する方法を見つけなきゃいけなかった？それって、押してもらった後に、そこに、増やさんといけん。ここにまず増やさんといかんってことだったんだな。やり直しをするのが結構むずいゲームやね。で、次に必要なやつもここに作っておいて、そうすると、これを押してってもらえるでしょ？まあ、しばらく耐えるって感じでいいのかな、これは。本当にいいのかな？これをここに置いてからリスタート。ズバリ積んだでしょう。マジ？みんな積んだって言ってるよ。そうか。そこどうやって持ってきゃいいんだ？ここに置いた時点で失敗やっつってんだよね。でもこれってさ、変えられるタイミングあった？この子に押してもらうんだよ。この子に押してもらうぞって決めて、これがいや、ダメだよね。ここまではもう来てるんだよ。ここまで来てて、
2つ以上してもらうこともできないし。怖いのが、もう取り返しがつかないよって言われてるんだとしたら、セーブポイントまで戻るのがすごい辛い。まで戻されるのが辛いよなぁと思ってるけど、そこにセーブポイントがあるってことは、こっから先は進む状況があるよねって言ってるんだよね。ここでしょ？この状況で、あらかじめここに箱を置いとこうね、でもできないでしょ？問題や。もっと手をつけないといけないようなことがあった。なんだろうな。この状態であそこに行けないし、2つ置ける？動けない。こうやってこうなっちゃうともう成長できんよな。だね、もうこれは成長しない感じだよね。ここに置かないといけない。しかも、どうやって？これ持ってける？これ持ってけるかもね、ここに作ったやつ。おうかな？ああ、なるほど。ノート、なるほど。いや、こうしてこう。なるほどね。なるほどね。いやー、これ気づくべきだったね。とても綺麗だね。オッケー。いや、なるほど。パズルゲームで気持ちいい瞬間だよね。全
全、なんだ、全クリエイティブな作品が、これをやると気持ちいいと思ってるやつ。一番最後に一番最初のやつ使うやつね。一番最初にフェイクだと思ってたもの、実は一番最後に一番重要だったってやつ。やられました。ああ、面白かったね。なんか、まあちょっと、こう、地形的に、なんか意味がないじゃんみたいな場所もいくつかあるんだけど、まあそれを削っちゃうとね、すごいシンプルなゲームになってしまうから、これ何を表したんだろう。なんか、ふんころがしかなって思ったけど違うよね。わかりません。解けました。